皆さんこんにちは、ラモス・ルイです。はい、ということでボリューム23ですね、今日は。もうこの動画の反響がすごすぎて、毎日2、30人の方が見てますからね。もうドッカンドッカンですね。さあ、それでは行ってみたいと思います。今日は、なんだっけな、こうだ。今日も C メジャーで、メジャー7がトップで、今日はナインスから C ルート、ナインス、5の7 DGB ですね。これは多分最初ボリューム1だったと思うんですけど、このGメジャーのトライアード、ナインスがトップで G メジャー、そしてレーの G メジャーの展開系ですね。要はだからサウンドはほぼ一緒です。それでまあこれも昨日やったイスファハンなんかでここで使えますね。ここの B フラットメジャーの時もでもいいんじゃないですかね。ここは D フラットメジャーの時に、E フラット、A フラット、C。コンピングで使ってもいいんじゃないですかね。あれのいつものインナー味、ちょっとなんかシャレオツ系ではありますね。いかつい感じはないですけどね、こういうシャープイレブンのこういうのはないですけど。でありですね、こういう場面があってもいいですね。さらに、F で言ったら F で言ったら GCE ですけど、ここの D の音を最初に、だから GCD を最初に弾いて、こっから引っ掛けで、これはかなり、これはもう R&B とかのサウンドですけど、それをインナーアージでぶっ込んだらシャレオツなインナーアージですね。まあ毎回やったらうざいですね。香水つけすぎみたいな感じですかね。たまにですね、たまに。使えると思います。それではチャンネル登録よろしく。さよなら。